ジェームズ・パトリック・キノンは、ナルコティクス・アノニマスの創設者の一人である。人生を通して、彼は通常なの個人としての匿名の原則のため、公共レベルでは、ジミー・ K と呼ばれた。彼は、自分のことを名の創設者であるとは決して呼ばなかった。しかし記録を見れば彼が設立の役割を果たしたことを、明確に示している。キノンが7歳の時、クルーク・シャンクさんと呼ばれる。 地元のアルコホーリックと友達になった。キノンは彼が酔っ払って倒れているのを何度か見かけた。ある日ひどく酔っ払って倒れて反応がない、クルークシャンクさんを見つけた。キノンは助けを呼びに走った。それから数週間クルークシャンクさんを見かけなくなってしまった。そこでキノンは母親にどうしていなくなったのと何度も尋ねるて、 友人であるクルークシャンクさんのもとへ母親に連れて行ってもらった。二人はクルークシャンクさんが滞在している施設へ向かった。すると彼は車椅子に座ったまま拘束され、尻滅裂な状態だった。その施設から帰る際に、キノンは母に大きくなったらクルークシャンクさんのような人を助けるんだと話した。キノンは1911年4月5日にスコットランドのペイズリーで生まれた。 その後彼は家族と共にスコットランドを離れて1920年代にアメリカ合衆国へと移住した。その時医療的な理由から彼は3日半の間エリス島で家族と隔離されて過ごした。妹の医療的な問題がクリアされるまでの間、キノンはロシア人のある家族と友達になった。キノンの家族全員が揃った後彼らはフィラデルフィアへと移動した。キノンは そのロシア人家族とはそれっきり会うことはなかった。フィラデルフィアにいる間に、キノンは私立学校へと通っていて、生殖への道へ進む計画を立てていた。彼はアルコールと錠剤を使い始めていて、それは1950年にクリーンになるまで続く、彼のアディクション問題の始まりだった。死災になるという夢を果たせることはなかった。フィラデルフィアにいる間に、キノンは、 最初の妻となるアグネスに会っており、彼女との間に5人の子供がいた。キノンは1950年の2月2日に薬物とアルコールを使うことをやめた。彼はアルコホーリクス・アノニマス12ステッププログラムへの参加を始めた。アルコホーリクス・アノニマスの中で、キノンはアルコール以外の物質に対してのアディクションで苦しんでいる他の人たちと出会った。 アルコホーリクスアノニマスはしばしばアルコール以外のアディクションについては話さないようにメンバーたちに働きかけた。ジミーはアルコールや錠剤その他の物質を使ったことの症状からの回復よりも使っているときやめているときもしていた振る舞い方や考え方を改善する必要性があると思った。それがナのステップ1と12をアルコールからアディクションと変更した理由だった。 また、キノンは、薬物指壁形成と呼ばれる他のグループへも出席したが、その内容に失望させられた。1953年の夏、ジミー・キノンと他の何人かのアルコホーリックス・アノニマスのメンバーたちは、彼らがナルコティクス・アノニマスと呼んでいたミーティングを、AA から独立した形式で初めて開いた。キノン氏と他の数人のメンバーたちは、アルコホーリックス・アノニマスから、 AA の12ステップを改変する許可をもらい、ジミーはステップ1をアルコールに対して無力からアディクションに対して無力に変えた。これが AA プログラムと対比してフォーカスする対象に関しての重要な変更点だった。名はどんな特性の物質を使ったかよりもアディクションという病気からの回復に焦点を当てているからだ。機能はより深い革新的な問題の兆候を 理解していた。それはつまり、思考の仕方、脅迫観念、抑えがたい、衝動のことで、物質はそのことからの一時的な救済を得るために使用されるのだ。ナルコティクス・アノニマスは公式には、1953年の7月にカルフォルニア州産バレーで設立された。それ以前に、 ニューヨークで同じくナルコティクス・アノニマスと呼ばれた異なる団体が回復しているアディクトのダニー・カールソン氏によって設立されていたが、それは十二の伝統に沿ったものではなく、フェローシップというよりもより、ソーシャルサービスを行う組織に近かった。それは、キノン氏がサンバリーで始めた今日残っているなとは、何の関連もなく、1960年代半ばに、廃れていた。 ナルコティクス・アノニマスの初期の文献のほとんどは、ジェームズ・キノンによって書かれたもので、世界中で今日開かれている62,800のミーティングで未だに使われている。彼は1960年代と1970年代を通じて使われていたイエローブックレットと小さなホワイトブックレットの主な気候家だった。 1953年から1977年まで、ナルコティクス・アノニマスはアディクトたちにとって、な、ミーティングに集まりながら、お互いを助け合い、あらゆる物質からクリーンになり、それを続けるための安全な避難場所だった。1979年から1982年までに、何百人ものナルコティクス・アノニマスメンバーが文献を発展させて、ベーシックテキストを作成した。 キノン氏は、名のロゴやグループのロゴ、サービスシンボルのデザインを手掛けて、ベーシックテキストの始まりで見られる、感謝の祈りや収穫の成果の陳述文を書いた。この本は、回復中のアディクトによる、回復中のアディクトのために書かれた、最初の一冊目となった、1982年に出版された。ジェームズ・キノンは、肺眼で1985年の7月9日に、 カルフォルニアにて死去した。死を迎える前に彼は言った。もし私が破壊しを持てばこう書いてあるだろう。私たちのしてきたことはすべてはいくつかの種をまいて耕すことだった。そして、それが実ったとき、私たちや他の人々も生きていけるようになるだろう。平和の中で、自由の中で、そして愛の中で死去されたとき、35年間のクリーンだった。ありがとうございます。